ライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートが強い方が勝つんだ。持久戦に持ち込めれば思うツボなんだけどな。スタミナならお坊ちゃんに負けないぜ。考えたな、スーパーチャージャーとは。扱いやすいパワーってわけか。こいつは手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。どうせこの雨じゃタイムトライアルは中止だ。腹くくっていくぞ。白昼って感じだよな。何しろこの雨じゃアクセル踏めないからな。スピードレンジが低ければ低いほど FD のアドバンテージはなくなるよ。だぜ。この雨じゃパワフルなロータリーターボにとっちゃ優しくないだろう。濡れた路面で FD ぐらいパワーがあるとアクセルはまともに踏めない。超高等技術のハーフスロットルだ。だけど俺の作戦に狂いはない。消耗戦になれば扱いにくい車はドライバーをへばらせる。集中力が切れればミスが出る。その時が勝負だ。さすがについてくるか。無理もねえな。こんだけミューが低くちゃエンジンのパワーの半分も使えてねえからな。俺の FD の本領はもっと高速レンジのバトルじゃなきゃ出せねえぜ。前の俺なら切れてたかもしれねえけど、ここんとこ取り組んでたアクセルワークの特訓が役に立ってる。とにかく我慢だ。チャンスは必ず来る。あいつが勝ったからには俺も絶対に勝つ。こっちはどんな状況でもアクセルを踏みさえすれば確実に安定したパワーが出せる。アベレージスピードの低い曲がりくねったワインディングロードに持ち込めばスーパーチャージャーの戦闘力は確実にターボの上を行くんだ。もう3本目になるのか。なかなか決着つかないもんだよな。それだけ実力が拮抗してるってことだろうけど。この雨のせいですよ。後ろを走る車が前を走る車のペースに合わせられるから、それぞれ別々に走ればタイム差が出るような時でも、このルールだとお互いに磁石みたいに引っ張り合っちゃうことがあるんです。2人ともかなり疲れてきてるんだろうな。それはそうですけど、集中してますからね。自分で疲れてるなってわかるようなら、もう集中力が切れ始めてるってことだからやばいんです。だから決着がつくときはあっけないと思いますよ。くそ、負けねえぞ。少なくともこの展開になればモチベーションの勝負だ。金に不自由しないお坊ちゃんにはわかんねえだろうが、気合と根性だけは金で買いやしねえ。俺が勝ってこそドラマが盛り上がるってもんじゃねえか。レビンの動きがさっきから少しずつ怪しくなってきている。向こうも疲れてるな。そろそろこっちからアクションを起こしてみっか。目いっぱいプレッシャーかけて揺さぶってやる。プレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。
ここは我慢比べだぜ。やっと出てきたな。隅っこに隠れてるのはお前には似合わないよ。高橋圭介の応援に来たんだろ。うん、ごめんね信彦。そんなの気にするな。俺たちは別に戦争してるわけじゃないんだからな。正々堂々と好きなやつを応援すればいいんだ。たかが雨でそこまでヨレヨレになっちまうのかよ。しょぼいもんだな FR なんて。勝とうと思えばいくらでもやりようがあるってのによ。何もまともにやり合うことはねえだろうぜ。エラから煽られてる気がするぜ。なぜかな。疲れて俺のペースが落ちてるとしたらまずいよな。もっと突っ込んでかねえと。やべえな、コントロールできなくなってきてる。集中力が切れかかってるってことか。見えねえ。この先は大きく回り込んだ左中速コーナーのはず。